さあ、まさとチャンネル始まりました。はい、今日の呼び出しは何でしょうか。キクちゃん、今ね3時45分です。午後、はい、はい、今日のキクちゃんの呼び出しは多分12時ぐらいだよ。3時間前ぐらいに今日やりませんかって。そうですね。何をしたかったのよ。いや、昨日ちょっと迷ったんですよ、やるか、うん、でも昨日やっぱり、うん、まさとチャンネルで取り上げてきた格闘家が、うんうんうん、話題になってたんで、うん、これはまさとチャンネルやらないわけにはいかないだろうと。まあね、こうじね、うん、見たよ俺も、うん、いや良くなってた。おお、うん、いや、こうじの試合前からね、こうじのインスタは俺フォローしてるから見てて、こうじの練習風景、あ、こうじの練習風景じゃないな、取材の写真だったかな。こうじがねパンチ打ってる写真があったの。はい。で、パンチの方が変わったなと思ったの。前より重心が軸がこう前は前に打ってたんだけど、うん、ちゃんと残ってちゃんと打てるようになってた。前はこうだった、うん、前これバッティングになるじゃん、はいはい、それがこうやってね修正されてた。あ、一応こう冬眠中とは言いながらも陰でこう飯田さんとやってたんだなっていうのはね、うん、その写真から見て分かったわけ。なるほどっすね、うん、でまあ実際まあ、練習でもできての試合はどうかな、どうかなっていうふうに思ってね、まあ、見たわけよ、まあ、前回ね梅野選手は1ラウンドで30秒ぐらいだもんね、バッティングでね。そうですね、それぐらいでしたね、うん、あっという間に終わっちゃったから今回でもな、また大丈夫かと思いながら見せたわけ、はい、今度やったら大変なことだぞと思ってと思って見せたけど、はい、当たんなかったね。当たんなかったっていうか何が良くなったって、はい、蹴りが良かったよ。あ、蹴りですか。蹴りが良かったよ。ローキック良かったよ。ローキックが良かった。なんか今まではもうパンチでがむしゃらに行くみたいな感じのスタイルだったけど、うんうん、はい、1ラウンド蹴ってってたんだよね。結構蹴ってローキック蹴って、で梅野のミドルに対してすぐローキック蹴り返したりしてたから、あれは良かった。うん、うん、あれローキックが蹴る、蹴りが蹴れるって何でか分かる？どう重心がこんだけ前に行ってたら蹴れないのよ。重心がちゃんと真ん中に行ってるわけよ。なるほど。だから蹴れるわけよ。あそこら辺改善してきたなと思って、うんうん、あ、これいいじゃんと思って。やっぱ飯田さんのあれですか。まあ、飯田さんとね、まあ、あとはこうローキックも練習してきたんじゃない。やっぱキックボクシングだから、昔から言うけど蹴るからパンチが当たるっていうことは散々言ってきてるじゃない、うん、はい、まあ本当に昨日はその通りだったよね。こう蹴りも当たりながら、当たりながら3ラウンドね、うん、ガードの上からだったけど左フックね、まあダウンは取られなかったけど、はい、あれガードの上からでも効いたよね。あれでもよく見たらやっぱちょっとテンプルに当たってるようにも見えましたけどね、スローで見たら、はい、うん、まあでも尻もついたからね、はい、まあこうジャッジによっちゃダウンでもおかしくはないよね、うん、っていう感じでした、うん、俺はね、うん、俺はダウンと思った。俺はね、まあ、あれは審判の判断で、まあ、取らないっていうのはね、そのライジンのルールはちょっと俺は分からないけど、うん、まあ、それはそうなんじゃない、ライジンのルールで。で、勝って終わって、ああ、コージ強くなったなと思って終わったわけ、はい、その日はね、はい。で、朝起きてさ、ネットを開いてさ、試合のニュース見たらさ、まあ、なんか、またコージなんか言われてんぞみたいな、また始まったな、これみたいな、なんだ今度はと思ったら、はい、こうさ、こう、梅野がね、はい、あの判定はおかしいみたいな、判定に不服みたいな感じのね、はいはい、こうなってたじゃない、うん、と思って、まあ、その記事読んで、はい、え、じゃあもう一回見直そうと思って、はい、もう一回昨日の試合見直したわけ、うん、そしたら、まあ、確かに、まあ、梅のミドルキックバンバン蹴って、うん、ムエタイ目線で言うと、うん、ムエタイのジャッジだったら梅野の圧勝。あ、そうなんですか。ムエタイのジャッジね。へー、ムエタイのジャッジってやっぱりパンチよりミドルキック、膝蹴りの方が全然取るから。なるほどです。あのパーンっていうのはダウン、もしダウンになってたとするじゃない、はい、あのダウンだったとしても蹴りが何発か蹴ったらポイント蹴りで戻されちゃうのよ。あ、そうなんですね。ムエタイっていうのは。へー。で、梅野もムエタイのチャンピオンになった、チャンピオンになってるんでしたっけ。はい、チャンピオンになってる選手じゃない、はい、もう完全にムエタイの戦い方なんで、うん、これでポイント取ったなって自分の中では思ってるわけ、はい、でも今の世界のキックボクシングのルールの
スタンダードっていうのは3分3ラウンドの K1 ルールなのよ。世界のスタンダードのルールっていうのは、逆にムエタイのルールの方がちょっと珍しいルールなわけよ。スタンダードは3分3ラウンド K1 ルールだから、こっちが世界に浸透してるから。で、梅野の中で取ったっていうポイントは、世界的にムエタイの中では取ってるけど、まあ、一般的に見ると康二の勝ちなわけよ。俺も普通に見て康二の勝ったと思ったよ俺は、ね、うんうん、っていうやっぱりこうね、その考え方というか。でもやっぱあのライジンのリング、3分3ラウンドのあのルールを使ってるっていうことは、まあ康二の勝ちなんじゃない、うん、って俺は思ったよ、うんうんうん。まあ、ネットをどっちかっていうと康二さんが叩かれるというよりは梅野選手の判定が、うん、試合終わった瞬間の梅野の顔が完全に勝った顔してたから。ああそうですね、完全に勝ったと本人思ってたから、うん、でこう判定を聞いてこう2人立ってるじゃない、赤康二、はい、って言われた瞬間の梅野の顔がはぁーみたいな、康二みたいな、本当にびっくりしてたじゃない、うん、びっくりしました。だから本当に自分の中では勝ったと思ってたよね。ただやっぱ今のそのスタンダードのキックボクシングのルール、ジャッジの採点方法からしたら僅差だけど、まあ康二でまあいいんじゃないのかなっていう感じはしたね。セコンド陣はこのルールにおいて勝ったと思ってたのか、それとも本人は勝ったと思ってもセコンド陣が、うん、っていうのもあるじゃないですか。それはどうなんでしょうかねそこはちょっと分かんないですね。でもお互い勝ったと思ってたんじゃないですか。コージ側のセコンドも勝ったと思ったんじゃないですか。ちらっと土井さんの顔見えたんですよ、うん、試合終わった、うん、結構笑顔でしたよね、うん、でも勝ったと思ってるってことはさ、セコンドがさそのルールをさ把握してればさ、おいお前梅野もっといかないと、お前3ラウンド目とかにさ負けるぞって言われて、お前負けてるぞって。でもさセコンドも無敵基準で見てたら勝ってるから最後流したのよ梅野見てて、う、ね、もう勝ってるから、ムエタイで4ラウンド5ラウンドとかで5ラウンドとかで最後勝ってたらもう流しちゃうの、うん、もう触らないで遠くでそれやったの最後。おだから梅野は勝ってるなと思って。でもセコンドはさライジンのルールを分かってればさ、お前流してる場合じゃねえぞってなるじゃん。で梅野勝ってると思ってるわけじゃん、リラウンド終わった時点で、はい、でもお前負けてるよって一言入ったら違ったよね多分ね。あ、流してたんですねあれ。多分流したよ。あ4ラウンドの、あ、5ラウンド、3ラウンドの10秒ぐらい流して、だから取られてると思ったら3ラウンドの残り1分でいけないか。確かに。そう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 、なるほどっすね。あ、まあ、そこでねセコンドがどういうふうに思ってたのかね、まあ、そこはちょっと俺セコンドのこと見てなかったから見れないじゃんって、はい、分かんないけど。俺井田さんに LINE したんですよ今日、はい、今朝どんな感じかなと思って別にこれを撮るから出ました。これ撮る前にも LINE してたんだけど、うん、飯田さん、まあやっとこう勝ちました、どこまで伸びるか分かりませんが頑張りますみたいな、うん、それでこうアッパー打てるようになりましたねって言ったら、下げダオの試合の時を思い出して一生懸命教えましたみたいな俺がこう下げダオを倒したアッパーがあるわけよ、はい、ありますそれをね、うん、飯田さんがあの時マサゾンどうやって教えたかなって一生懸命考えて一生懸命思い出して一生懸命コージに教えてきたっていう。アッパーも結構打ってましたよね。綺麗そしたら右アッパー結構入ってたよ。このね多分喉に入ってた、あれは痛かった、あれ苦しかったよ。こう右アッパーだったな、多分左アッパーかな、どっちかすいません、入ってました、思いっきり喉に入ったのよ、はい、喉って急所だから、あれ痛かったと思うよ。そういう意味ではめちゃめちゃ進化してたってことですか。進化したね。だから俺も前回の試合でヤーマンだったかな、はい、ヤーマン戦に負けて、まあ康二そろそろ潮時じゃねえないかっていうコメントをしたんだけど、うん、それに反してこうまだ伸びたね、もう強くなったなと思ったよ、まあ、成長したなと思った昨日の試合見て、うん、だからまだ成長できるんだなと思った。まあそこがこうまあ井田さんから言わせればまだまだ真っ白だからなみたいなっていうね、うん、まあでも本当にね成長してたしいい試合だったんじゃないかなっていうふうに思いました。